さあ、やっていきますか。ポケモンユナイト実況プレイ。どうしようかな。エースバーン。やべえ、めちゃくちゃエースバーンだけど、最近エースバーンばっか使ってるからな。まあ、でもいいか。エースバーン使えますか。ああ、月光河じゃなくなる？上ルート行きます。下かな。カビゴンがいるんだったらカビゴン上に行かせた方がいいからな。まあ、この間上レーンエースバーンの動画だったんで、今回は下レーンエースバーンの動画ということで 下は多分最近あんま行ってないからな。エースバーンの時大体上行ってましたね。まあ、しっかり敵を倒せれば経験値は下の方が多いはずなんで、早めにエースバーンになれるかもしれない。うまくやれば。まあ、プクリンとペアですからね、結構いけるんじゃないかな。ただ、あいつだな、ウーウーが下に来ると結構しんどいな。でも相手もピカ壁が上な気がしますね。ゼラオラウーウーが下なのかな。ゼラオラ多分そんなに弱くないと思ってるんで、今使うのありかなと思ってるんですよね。で、1回目の亀戦で放電が使えるのは普通に強いから、あいつも結構ありだと思うんだけど、でも今行く場所がないよな。でもレーンも別にあいつ切り裂くそこそこ強いから、普通にレーン担当すればいいのかな。中央行くキャラじゃなくなってる気がしますけどね、今。よろしくお願いします。とりあえずウェレンの時と同じように相手の陣地のやつを取りに行きたいんで、プクリンに真ん中行かせて、でもプクリン、でもハタクが結構パワー出るからな。プクリン真ん中でラストヒット狙いお願いしていいですか。行ってくるわ俺。相手の陣地の多分根を借りに行く。あ、うん、にバレてるな。取れてないかも。取れてないけど、猫チンの猫ランか、猫ランの経験値そこそこだから、上のやつは取れたんですかね。やっぱ、ウーアイターしんどいな。これがウーウーじゃなければ、結構取れると思うんだけど、あ、プクリンがめっちゃ取ってんな。俺、全然取れてないけど、まあでも、プクリンが経験値稼げるんだったら、それはそれで。さ、持ち物って見えないよね。プクリンって何なんだろう。あいつ、投資聞いたかったけどな。学習装置だとプクリのレベルを一番低くさせておいた方がもちろんいいんですが、はいはい、食っていいですか。ナイス。こいつ追い払いつつ上のザリガニを飼って、月光河が入ってきた時に食えるザリガニをなくしておく。カメコン狙ってるかな。うわ、最悪だこいつ このデブ許せねえ。これも狙ってやがるな。火の粉で仕留めよう。あ、味方か、このカメコン 味方に取られる。あ、ゼロオラが狙ってるな。くっそ、全然ラストヒット取れない。ゼラレベル5だし相手したくないっすね。ピクリもレベル 6？ マジかよ。早くないか。俺が遅いのか。やべえ、ピクリの足引っ張ってる。お前は最強キャラだけど、俺はもう最強キャラじゃないんだ。うー、狙いたいな。逃がしてたか。集合っつってな。この気候がしたらめっちゃ突っ込んでるけど、お前の耐久じゃ無理だろ。やったー 経験値美味しいですね。エースバーンなりてえな。もうちょいでエースバーンになれる。このカビゴン倒せばなれるな。よーし、なれた。相手が突っ込んでくれるからありがてえわ。そこ殴るわ俺。相手今のところ押し込んでるから、神をやるのはエースバンの仕事という動画を最近上げた気がする。よしよしよし、ナイス。敵が来るよりさっさと取っちゃってしまうのが強い。ナイス。
もう30って入りますか。入った、ナイス。下に月光河がいいな。そっち側に逃げても袋小路だろ。袋のネズミですよ。言ってもレベル7だからね、あんまり。ナイス。削って全部ラストヒット取られてるけど、まあまあまあ、味方が倒してくるんだったら全然いいや。あの月光が結構突っ込んできて、レベルも上がってないから、ちょっとチャンスかもしれませんね。浮いてるところをしっかり買っていきたい。やっぱ月光河ってな、レベルで圧倒できないと耐久的に勝てる相手がめちゃくちゃ減るから、序盤のレベリング失敗すると結構しんどそうですね。おっとカピゴン、猿が出てきた。あれ取れなかったか。ちょっと待って、さっきがラストヒットが下手すぎる。さっきから混戦に乗じて取ろうと思ったんだけど、まあ、カビゴン倒すか。あ、寝てる。ナイス、またラストヒット取られた。全然取れないんですけど。あ、あとカメ操作始まるよ。やばい、やっちった、ごめん。今引こうと思ったんだけど、あの HP だからいけるかなと思ってしまった。まあでもジャンプでいけるし、リコールしたのとあんま変わらないと思えばいいか。結構かも死んでんな。ふくりにちょっとあれ妨害してくんねえかな。この HP ちょっと不安だな。ピカチュウレベル9もあったよね。10になって勝ってるけど、よーし。ユナイト技でラストヒット取ってやったわ。まあ、クリアの時に殴るとこうなっちゃうんだから、やっぱ有利な時に殴んなきゃいけないんですよね。今結構亀速攻で取りに行くのって動きとしては多いんですけど、さすがに不利な時にやるとこういう風に押し切られちゃう。ナイスピクリン、やばいでしょ、 HP がやばいでしょ。受け帰るわ、帰ってジャングルしようかな。味方も結構イケイケだからな。ふいふいふい、なんかラストヒット取られまくったけど重要なところで取れたからいいな。あそこで敵に与えると一気に切り返されてた可能性ありますからね。できればこのロダムを使って相手の陣地破壊してやりたいな。弾も持てねえや。相手も狙ってるっぽいな。なんか集まってるし。あ、意外と技切ってる。あべ、月光が死んじゃったか。うわ、放電強っ。意外と技切ったのか、相手のゼラオラ。あ、だけどダメージはみんな均等にって感じですかね。フォーカスされたんだな。だけどゼラオラにここで意外と技切らせたのはそんなに悪くないような気がするな。サンダーの前半に間に合わないからね、相手。ロトムしっかり取られてんな。もう一回カメ取る？ピクリン待機してんな。まあ、カメは取るというか、相手に取らせないのがここ大事だからな。取りに行くか。はい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 。行く行く。いやでもこれ点数だと普通に負けてる可能性あるよな。てか負けてるよな、多分。経験値は、勝ってるな、全体的にも。だけどそんなにめちゃくちゃ差がついてるわけじゃない。やべえし、みんな死んでる。ナイスピクリン、その犬一番最偉すぎる。もう一回やるか。ここよしよし、危ねえ。ここ相手に取らせた方がやばいと思って犬一番最切っちゃった。強引だけど、だけどここで相手ほぼ全滅に追い込め。よし、カビゴン寝てる。まあ、今のところ相手に与えるとな、経験値せっかく勝ってるところがトントンにされるかひっくり返されるぐらいだったんで、まあ、悪くない判断だと思いたい。多分経験値、負けてるよね、点数。余裕で負けてるよな。だからサンダー取らなきゃいけないんだろうけど、普通は狙ってんな。まあ、サンダー取らなくてもゴールすればいいんだけど、状況的にサンダー取りやすいから今。ゼラオラを放火せ。
サンダーがやばい、取ったな、よし。やっぱエースバーマオブジェクト破壊のスペシャリストですわ。入れるか、100点入って、しかもゴールも2つしか残ってないからめちゃくちゃ守りやすい。あ、いくかでもあれそんな点数持ってないだろ。どこかに消え去った。74点か。まあ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 、こっちもゴール全部破壊したからな、大差でリードしてる。まあただちょっとゼラオラがちょっと怖かったっすね。まあ本当は多分ね、みんなでゼラオラ殴ったらゼラオラ倒せたから、ゼラオラ殴ってからサンダーが良かったんだろうけど、あんま殴ってる人にはそうだったから、僕もゼラオラちょっと殴った後サンダーに切り替えました。通常パワーの火力がなかなかありますからね、エースバーンは。やっぱカメとかサンダー取るのはうまいわ。おいおい、今回キルはあんま取ってない気がするけど、この間の動画と同じになっちゃったな。これちょっとはず、これ今ずらせんの、この円って。よし、いいね。相手3落ちしてる。そこプクリに任せて、下も今いないか。まあ、今さ、点入っても勝ちだろうしな。大差でリードしてたっぷりし。最後の最後でいないって技が一応復活しましたね。いや、628点も入ったんだ。対戦ありがとうございました。でも相手も結構点数入れてたから、3打取らなかったら普通に負けてた説ありそうですね。はい、ご視聴ありがとうございます。アシスト数12、まあいいんじゃないですか。プクリンとスコアが全く一緒だ。めっちゃいいね入ってる。サンダー取ったからだな、多分。僕も返しとこう。誰だ、もう一人してくれたいいねはピカチュウか。ご視聴ありがとうございました。